手を打ったわけですよね。そうですね、あの時点ではね。もうああいうやり方が、はい、まあ私としてもベストだったと思いますね。2番の菊池から攻撃が始まります。風張はこれが2試合目、おととい1イニングを投げています。2つの三振を奪いました。4対2です。1勝1敗で迎えた3連戦の3戦目。丸のスリーランホームラン、今シーズンの第3号がこの試合均衡を破りました。しかも一振りで決めました。先頭バッターの菊池、伸びていくぞ、伸びていくぞ、入ったー、ホームラン。菊池の今シーズン第1号がこの9回に飛び出しました。大きいですね、これは。5対2、差が3点。いやー、やはり今シーズンもこの田中であり、菊池であり、丸であり、いい働きしますね、今日のゲームは。